こんにちは、クリッカーツッキーです。マツダの社名プラス数字戦略の狙いは、アクセラからマツダ3、アテンザからマツダ6と社名プラス数字というモデル名を順次採用しているマツダ。グローバルに合わせた改名とも言えますが、同社はマツダブランドを鮮明化するという目的を掲げています。5ドアハッチバックのマツダデミオもマツダ2に社名変更され、新たなデザインと技術を採用し、2019年7月18日から予約受注を開始しました。発売は9月12日が予定されています。マツダ2が掲げるコンセプトは、日常を豊かにする上質なパーソナルカー。普段の生活の中でユーザーが感じる質感にこだわったマツダブランドへの入り口を担う車と位置づけられています。外観はワイド感と安定感、エレガントさが追求され、彫りの深い造形表現で上質感を高めたデザインを採用し、高硬度塗装で質感を高めた16インチアルミホイールが用意されています。キャビンは上質さと遊び心を両立したデザイン、カラーコーディネーションとされたほか、きめ細やかな対策により会話のしやすい空間を実現した静粛性を確保。その他、運転席6 way パワーシート&ドライビングポジションメモリー機能、シート位置アクティブドライビングディスプレイや自動防言ルームミラーが設定され、マツダコネクトが Apple CarPlay、Android Auto にも対応しています。安全面では、マツダレーダークルーズコントロール MRCC を全車速追従機能付きとするとともに、ヘッドライトの LED ユニットの二重分割化により夜間視認性を向上させたアダプティブ LED ヘッドライト ALH を設定するなど、安心安全をサポートする機能も充実。他にも実用燃費を改善する IE ループ減速エネルギー回収システムをディーゼルエンジンに加え、ガソリンエンジンも展開されています。価格帯は 1.5 リットルガソリン仕様が154万4400円から225万7200円、1.5 リットルディーゼル仕様が195万4800円から261万9000円、1.5 リットルガソリン、排浴ガソリン、MT のみでレースへの参戦も想定された1号 MB が162万円です。